脂質は生命を包み、区画する生体膜を構成する細胞の基本構成要素であり、エネルギー源としての役割に加え、生理活性物質やその前駆体として働く多彩な役割を担う生体分子です。よって脂質分子の多様性や生理機能を理解することは、生命秩序の原理を知る上で極めて重要です。私たちはこれまでに生体内の脂肪酸やリン脂質の代謝を網羅的かつ定量的に把握するためのメタボローム解析システムを構築し、炎症・代謝性疾患の制御において脂肪酸代謝バランスが重要であるということを示してきました。中でもエイコサペンタエン酸 EPA やドコサヘキサエン酸 DHA などオメガ3脂肪酸が体内で活性代謝物に変換され、積極的に抗炎症作用を発揮していることを見出してきました。これら内因性の炎症制御物質を包括的に捉え、その生成機構や作用機構を分子レベルで明らかにすることは、炎症を基盤病態とするさまざまな疾患の病態解明および治療法の開発につながることが期待されます。さらに最新の質量分析技術やバイオインフォマティクスを駆使し、新しい機能性脂質の発見を試行した独自の解析システムの開発と応用を進めています。私たちの研究の特色は、炎症を制御する内因性の代謝経路や機能性代謝物を新たに見出し、これを病態解明や創薬に適用するということだと思います。そのために最先端の質量分析システムを用いて、生体内で脂肪酸がどのように代謝されているのか、その全体像を高感度に測定できる分析技術の開発を横浜の理化学研究所で行っています。そもそも炎症反応は感染症などに対する重要な生体防御システムでありますが、健康な状態では体内で一旦起こった炎症は適切に収束することで組織の恒常性が保たれています。しかしながら、この調節機構が何らかの理由で破綻すると、慢性炎症などさまざまな疾患につながると考えられています。私たちは本来人の体に備わっている炎症の収束能力、あるいは自然治癒力のようなものを物質レベルで特定し、これを必要に応じて補ってやることで、さまざまな疾患のコントロールにつながるのではないかと考えています。そしてこのような機能において脂肪酸代謝系が重要な役割を果たしているということを、これまでの研究で明らかにしてきました。人の健康維持において脂肪酸バランスが重要であるということは、巷でもよく聞かれるかと思います。例えば日本人の食生活がかつては魚食中心であったものが、近年西洋食に置き換わってきた結果、 EPA や DHA などのオメガ3脂肪酸の摂取量が減少し、代わりにリノール酸やアラキドン酸などのオメガ6脂肪酸の割合が増加傾向にあり、このことが心血管病をはじめさまざまな疾患のリスク増大に関係しているのではないかと言われています。私たちはまずこれが本当なのか、すなわち脂肪酸バランスが変化することによって本当に疾患のリスクに影響するのかどうかを生物学的にきちんと検証し、もしそれが本当であるならば、どのような分子メカニズムによるのかを明らかにしたいと考えています。すなわち栄養学で言われているようなことに対してきちんと分子論的な根拠を与えたいと思っています。実際にこれまでの研究から、生体内で生成するオメガ3脂肪酸由来の機能性代謝物を複数見出しており、これらは新しい創薬シーズンになる可能性があります。また最先端の質量分析技術の開発を通して、今後さらに未知の機能性代謝物が多数発見されることが期待されます。